森吉劇場へようこそ。本日はこちら、ワンピース DXF ザ・グランドライン面ワノ国ボリューム11ルフィです。箱の表記はね、モンキー D ルフィって書いてあるんですけど、これはルフィっていう風に呼ばれるフィギュアみたいですね。はい、やっぱりね、このルフィの顔がいいかなと思うんですよね。ちょっと開けて実際に見るの楽しみですね。だいたいこのパターンですよね。しっかり箱にピシッと入ってる感じ。さてどうでしょうか。台座、下半身、上半身、おすごい細い、差し込みが細いタイプ、珍しいかも。上半身、やっぱり顔がいいな。これマントはね外れませんね。塗装もねちゃんとやっぱりこう陰影というかしっかりと塗装が入ってるので、これもそう、ズボンもそうですね。光と影の表現っていうんですか、やっぱりあるのが一番かっこいいですよね。いいね。次、つなぎ目が目立たないのはマジでポイントが高いです。でもこれちょっと足がやっぱり入れづらいんですよね。早いな。なんとかならないのかな、この足のいつも入れにくいのって。全然入らない。けどな、ルフィのマントが取り外せられたらロジャーのマントをちょっとつけてみたかったんだけど、それは叶いませんでしたね。いや、いいな。もうシンプルだけど一番飾りやすい構図、はい、回していきましょう。いろんなこうディスプレイする上でルフィをこの真ん中に置くとすごい映えると思うんですけど、まあ真ん中に置きやすいルフィ、言ってみれば真ん中に置いた時にやっぱり映えるルフィっていうのが一番助かりますね。どうしようかな。最近ね、このディスプレイケースを作るっていうのに結構まあハマってて、テーマって言った方がいいかな、ごとにね、いろいろこう飾ったりしてみてるわけなんですけど、大きいフィギュアはねなかなか飾りづらいんですよね。最近アクリルの100均のアクリルの台、スタンプ台みたいなやつにこうくっつける台座が流行ってると思うんですけど、まあ、あれとかもね興味はあるんですけど、道具がないんでね、なんせできないですもんね。何かいい方法があればいいんですけどね。まあ、そんな感じでかっこいいルフィをただ見ていただくという回でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントの方もぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。